皆様、こんにちは。若狭勝のニュース塾でございます。暑い日が続いておりますが、皆さん、お元気でしょうか。本日はですね、広瀬めぐみ参議院議員のところに、東京地検特捜部が捜索に入りました。まあ、いわゆるガサなんですが、まあ、ガサっていうのは、探すという意味の、業界用語、隠語でありまして、探すの逆を回転させてガサガサと呼んでおります。その容疑はですね、要するに、広瀬議員が、届け出ている公設秘書、勤務実態が全くないにもかかわらず、いかにも勤務実態があるように見せかけて、まあ、国からその公設秘書の給料分を騙し取ったという容疑であります。金額としてはですね、数百万円には上ると、騙し取った金額がということでありますので、まあ、これ、もってのほかなんです。本当にとんでもないと。詐欺罪っていうのは、いわゆる破廉恥罪、破廉恥だという罪の一種でありまして、しかもこれ、国民の税金を騙し取っている。誰が騙し取ったかというと、現職の国会議員であると。すなわち、国会議員は、国民のために働くわけですから、それが国民のお金を騙し取るということはもうあってはならない言語道断。もうこれ即辞職ですよね、国会議員。ところがですね、自民党は離党で済ませてると。自民党を離党させることで収めてると。これ自民党も自民党、全くもって話にならない。まあ野党の党首などもこれ即刻辞職だと言っていますけれど、まさしくその通りだと思います。で、特捜部はですね、まあ、今回の捜索で得た資料を分析すると。まあ、いわゆる証拠物を読むということで、物読みというんですが、そうした物読みを行った上で、まあ、広瀬議員からも事情を聞くと。で、不透明なお金の流れっていうのを解明していくわけですけれど、まあ、これガサをやった時点で、国会議員の議員会館の事務所をガサするっていうのは結構ハレーションが後々起きる可能性もある。ですから、起訴できるという証拠がそこそこ集まっているという時に、国会議員、現職の議員会館事務所などを捜索するという一つの通例でありますから、まあ、まさしくこれは起訴されると。場合によっては、広瀬議員が詐欺事実を否認をしていれば、広瀬議員逮捕ということも可能性としてはあると思います。まあ、広瀬議員当初はですね、リモートで、その秘書は仕事をしてたとかいうようなことを言っていたようですが、まあ、今は、事務所の運転資金が足りないかなというようなことで、半ば容疑を認めるような話をされているようです。まあ、いずれにしてもですね、即刻辞職すべきだと私は思います。それからですね、まあ、広瀬議員は、まあ、この公設秘書の給料を騙し取ったっていうだけではなくて、まあ、いわば今年3月の週刊誌の報道で、外国人男性との、まあ、不倫が報道されてるんですよね。まあ、これも本当に悪質なんですが、去年の話ですが、まあ、広瀬議員が、まあ、固く手をつないだ外国人。その外国人が笑みを浮かべて、広瀬議員がそれを見つめて、お互いに見つめ返すと。そうした二人がですね、赤いベンツに乗り込んで、新宿のホテルに行ったと。時刻は午後11時過ぎと。そして、その広瀬議員が赤いベンツでホテルから出てきたのが、翌日の午前7時過ぎと。で、どこへ行ったのかというと、まあ、そのまま参議院の委員会、国会の委員会に行ったと。同じ服装だったんで、まあ、ホテルから直接行ったんだろうと推測されていると。ふざけるなと。実は私が国会議員の時に見たり触れたり聞いたりして、いてですね、まあ、一夜の不倫を数に含めると、国会議員、かなりの数が不倫をしていると。私は実感してるんですよね。まあ、不倫をする国会議員もすぐやめろと。私は声高に
いつも言っているところなんですが、まあそうした不倫はするわ、国民の税金を騙し取るわ、もう本当に国会議員に一日も置いていてはいけないと私は思います。しかも弁護士ですからね、この広瀬議員。話にならないと。で、さらにですね、その前の話ですけれど、堀井学自民党の衆議院議員が選挙区内で有権者に香典を配ったということで、これも公職選挙法違反で、議員会館などのガサをされました。まあ、こうしたですね、今、国会議員現職のガサが続いているわけですけれど、これ1ヶ月以内に現職国会議員の事務所、捜索、2回もされてるんですよね。まあおそらくですね、7月9日に、検察庁のトップである検事総長が、畝本直美という女性の人に変わりました。その時に東京高検検事長という、いわば検察のナンバー2に値するところが、斎藤隆弘さんという人が新しくつきました。この畝本さんにしても、斎藤高検検事長にしても、あまりですね、いわゆる国会、法務省の仕事を、しかも政治家とつながっている仕事をあまりしていないので、ある意味、政治家とのその癒着っていうのがあまりない。ですから、その意味においては証拠が伴って犯罪事実があれば、結構国会議員、現職であろうと、立て続けに1ヶ月以内に2回も、体制が変わった途端にやり始めるということも十分あり得ると。というふうに私は思ってます。そしてですね、まあ、特捜部は一連の政治資金パーティー、キックバック裏金において、相当国会議員の銀行の金の動きなどを掴んでると。まあ、今までにないぐらいに国会議員の、資金関係を掴んでるということですから、まあ、今回の広瀬議員とかに続く悪質な事件のガサと、あるいはその先の検挙、起訴ということも続く可能性は私はあると思っています。で、特捜部っていうのはもともとですね、不正なことをしている国会議員の議員バッジを取るとか、あるいは赤絨毯にまでたどり着くと。赤絨毯というのは国会なんですが、まあ、そういう思いで、特捜部の現職はかなりやってるんですよね。いつもいつも。まあ、ですから今回ですね、小池知事、いろいろ3つぐらいで告発されていると。で、私が言っている公務員の地位利用罪というようなことも結構筋は私はいいと思う。つまり、証拠が集まれば、特捜部も積極果敢にやるべき事件と捉えている可能性はあると思うんですけれど、皆さんの中には、まあ、端から、まあ、特捜部はやらないでしょうと。できないでしょうと、政治との癒着があるからとかいうようなコメントが結構あるんですよね。しかしですね、先ほど申し上げたように、まあ、結構、体制も変わってきてるし、特捜部自体がやはり国会議員の不正は許さないという素朴な正義感があるので、まあ、その辺は期待したいと思うんですよね。で、ところでですね、まあ、週刊新潮の7月4日号が、小池知事のことについて結構記載してる記事を載せてるんですけれど、つまり今東京都内はですね、神宮外苑とか築地市場跡地とか、五輪選手村を改修した晴海フラッグ、こうした大きなプロジェクト、巨額再開発事業が行われるんですが、それが全部三井不動産グループで進められていると。その三井不動産グループにはですね、東京都側から天下りが何人も行ってると。しかもですね、三井不動産グループは、まあ、東京都側がですね、いわゆる開発にあたっての規制緩和をしたりとか、開発事業の事業費の価格面で、結構三井不動産側に便宜、利益が出るような便宜を図っていて、いるというような話もあるんですよね。天下りが全部で三井不動産グループで14人ぐらいは今いるらしいんですけど、
で、ここでですね、こうした天下りの話、一つ刑事事件として着目すべき視点があるんですよね。で、実はですね、私、この天下りのことに関して、東京地検の特捜部の副部長の時に、日本道路公団の副総裁を背任罪等で起訴、で、処罰をしたことがあるんですけれど、これがまさしくですね、要するに日本道路公団が高速道路の橋、橋梁ですけど、橋の工事を入札するにあたって、建設会社の落札価格をですね、通常よりも高めにしてあげて、建設会社に利益を与える、便宜を図ってあげたということがあったんですが、そういうことで、あれば、道路公団がですね、不必要な出費をしたということで、道路公団に損失を与えることになると。それが、道路公団の副総裁がやってるということで、道路公団の副総裁を背任罪ということで起訴したんです。で、どうしてですね、その副総裁が建設会社にそういう利得を与える必要があったのかというと、道路公団の幹部をですね、建設会社に天下りさせるということがバーターとしてあった。つまり、いろいろと建設会社の利益になるようなことをする代わりに、天下りを受けてくださいよというような、いわば癒着があった。で、今回のですね、東京都と三井不動産との関係ですが、私は少なくとも現在、特捜部の副部長だったとすれば、こうした三井不動産、そして都庁幹部の癒着、天下り、便宜、利益を与えるという、そうした構図というのが可能性としてあるということで、結構関心を持つと、私が今特捜部の副部長であれば、と言えると思うんです。ですからですね、小池さんの公職選挙法違反というのは、それだけだとなかなか懲役刑を求めて裁判にかけるというところにはちょっとインパクトとして弱いんですが、こうしたですね、刑法で定められている背任罪という法律違反が犯罪として認められるということになれば、特捜部は俄然ですね、非常に力を入れ出すのは確かだと思うんです。ただ、この三井不動産と東京都のそうした天下りをめぐっての癒着というのは、週刊誌報道にとどまるんで、実態はわかりません。私もまだ十分な心象が描けるようなものではないんですが、ただ、着目点としてはそういうところに目をつけても、特捜部としては不思議ではないし、むしろあり得る話ということで紹介させていただきました。本日の動画、私の解説、良かったと思う人は、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、どうかよろしくお願いいたします。